はい、今回の動画はですね、こちらです。バス停ですね。バス停の前と表示のところを改造しました。まあ、こことここですね。こうなんか、まあ、普通の紙切れで貼ったんですけど、まあ、ここにトミカバスと書いてあります。まあ、これは適当にまあ書いて作ったんで、なんか、当て書きって作ったんで、しかもこれシャーペンで書いたんで、まあ、一応手抜きは結構あるんですが、まあ、そこは修正していきたいと思います。まあ、ちょっとずつこれも、また修正していくことになると思うんで、こんな感じです。こんな感じですね。なぜか無人駅って書いてあるんですよ。無人駅。時刻表が1日に4本という少ないですね、バスは。って感じです。一応レイアウトを組むと。ちょっとしたレイアウトを組むとこういう感じです。こんな感じですね。こういう風になってんのかな。こんな感じで。結構いいですね。で、まあ、レイアウトをするときとか簡単に。で、まあ、ここの横の方に。植木鉢みたいなのつけて、まあ、レイアウト再現したし、レイアウト再現したって感じですね。でちょ今ちょっと僕、風邪ひいているんで、最近夏風邪がひどいんですよね。でも、なんか、なんて言ってるかわからないかもしれませんけど、まあ、ご了承ください。こんな感じですね。というわけで、今回の動画は、バス停をね、まあ、なんか、手抜き改造をしたという動画でした。それでは以上です。まあ、これ、まあ、低評価が多いだろうって感じです、この動画。低評価を。というわけで、今回の動画は以上です。さよなら。